高山市国府町より東古川町方面を望む。2012年11月27日、撮影古川国府盆地は、岐阜県東古川町と同県高山市国府町にまたがる盆地である。宮川流域に南東から北西にわたって、細長く伸びる山間盆地である。古川国府盆地の地形図盆地の四方かつ、間近を1000メートル級の山々が取り囲み、 平地は主に宮川と工場側の氾濫砂歴によって形成され、周囲はいくつもの支流によって細長い断丘洗浄地、緩斜面が枝分かれする。南は宮川流域の国府町上、広瀬付近から、東からは工場側流域の国府町、宮地付近から氾濫源を形成し、古川町の市街地で両河川が合流。北西は、 古川町さまる付近まで続く。長さは南東から北西方向に約1 2トル幅は北東から南西方向に最大でもおよそ2キロメートルと盆地としては極めて狭い部類であるが、主に頑強な船塚鉱岩で形成された土台の上のされき層の深さは約9 0ルに及び盆地としての形成が明確である。 そのほとんどが沖積層や高新余で形成され、され木層も極めて浅い近隣の鉱山盆地とは、形成の時代や成り立ちが異なることが伺える。内陸性気候、日本海側気候を合わせ持ち、昼夜、夏冬の気候温度差が大きく湿度が低い。豪雪地帯で、冬季は雪が多い。日騨地方としては随一の農地面積で、古くから、 ひ田の米どころとして特に水田などの農業が盛んである。昼夜の寒暖の差が激しいひ田地方の中で特に、銅盆地にて朝霧の発生が多く見られ、その霧の濃度も比較的高い。この盆地霧は10月頃から12月初旬頃にかけて発生しやすく、平坦地での視界は場所により100メートル以下になることも珍しくないが、概ね午前中には、 霧が解消しその後は、快晴となることが多い。盆地付近の安、峰山や大阪峠からの朝霧の展望は、雲海のごときで、この時期限定の絶景スポットとして、地元の名物とされている。ありがとうございます。